ミリマスピーの皆さん、お疲れさんです。サカポンです。あ、少々お待ちください。お、レイカさん話しかけて。エベレストか、きついな。やって登ってみたいけどね、そういう世界最高峰のところには。で、あ、はい、ということでね、本日はですね、アイマス15周年ということでね、無料10連、本日より31日まで無料10連来ておりますので、そちらをありがたくありがたく引かせていただこうと思います。いやね、もうが静か。プロデューサー、ちゃんと運動してますか？運動不足は仕事にも差し支えますよ。そうやね。休日にテニスなんてどうですか？全身使いますし、おすすめですよ。いいかも。いいかも。あ、山をね、アイマスシリーズ、私の場合はね、デレシャニマス、このミリシタ、まあ一応ね、過去にアイドルマスター2もやったこともありますし、いろんな作品に触れてるんでね、まあサイド M 以外結構触れてるところあるんですけどね。今日はよく話しかけられるな。プロデューサーさん、お時間があるときでいいんですけど、今度お買い物に付き合っていただけますか？アイドルらしい私服選んでいただきたくて。ああ、いいですね。はい、まあそんなね、長くね続いてるコンテンツにね携わってる身としてはね、感慨深いですね。これからもね、長くね、ミリシタをはじめとするアイマスシリーズ続いてほしいですね。ということでね、で行きましょう。でまたー。時間があるときでいいんですけど、今度お買い物に付き合っていただけますか？アイドルらしい私服選んでいただきたくて。バグってんのかな、2連ちゃんですよ、かおりさん。ということでね、このね、ありがたいありがたいね、15周年記念無料ガシャ、本日聞いていきたいと思います。ということでね、その前に、あ、2、3、4、5。では弾く前にね、行きましょう。運営さん、小鳥さん、美咲ちゃん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連、本日も聞かせていただきます。また、アイマスシリーズ15周年おめでとうございます。これからも、ミリオンライブが長く続きますよう願っております。ということでね、行きましょう。さあ、どうなるでしょう。もうね、久しぶりの10連なんでね、ミリシタの10連はね、行きたいと思います。よいしょー。どうなるでしょう、どうなるでしょう。カメラマンさんなしですね。これカメラマンさん出るんかな、わかんない。行きましょう。はい。あ、Sレア3枚ですね。まあ、1枚目翼、2リオネ、続きましてエミリー、ひなたちゃん、祭り姫、ひなたちゃん、続きましてエスレアがセイクシリーズエミリーですね。続きまして、アミ。さあ、続きましてのエスレア、祭り姫。さあ、ラストエスレアが
のりこでした。以上の結果ですね。お、アイテム2枚。これはこれで嬉しい。ということで本日の動画以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私が主催しているゲームのラウンジ、随時メンバー募集しております。説明欄にラウンジ ID 書いておきますので、もしよろしければそちら、裏の方ご入会お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンです。